はい、こんばんは。パラソラ中井で道場の井出です。キューピーです。そして今日水曜日は、はい、パラソラの渡辺です。夜です。はい、6月の今日は8日、今日水曜日ですね。はい、私がいます。はい、私が来てます。今日はまあ大盛況というか多かったですね。多かったですね。もう試合組が全員来てたって感じで、はい、はい、まあちっちゃくも頑張ってます。朝一緒になって来てくれたんで、まだ次また土曜日もね、うん、来てくれると嬉しいです。大会が後ろに、あれ、はい、映ってる、映ってます。はい、あれは農技ですけどね。農技が今のとこ真帆先生しかいないので、だから夏休みですけど冷暖も完備なので、ぜひぜひ農技も、ご参加お待ちしております。で、充実の方が今のとこ47、8、50近くあります。だけど締め切りが6月の20日ですね。うん、だからまだあと1週間ちょっとあるので、うん、ぜひ第一締め切りまでに、うん、ぜひぜひ。5月の時は150ぐらい行ってるんですよ。あ、うん、ちょっとあれだから、まあ、100は行くと思うので、うん、同じぐらい行ってくれると、まあ、5月同じぐらいの、ね、人数が集まってくれると嬉しいですね。ね、うん、まだアカデミー自体も10ぐらいしか来てないので、うん、今からですね。前は40ぐらい来てたと思うんで、うんうん、今から期待したいと思います。なんかな、準備ができましたら、はい、お早めによろしくお願いしますということで、うんうん、はい、で私は今度また土曜日来ます。明日はちょっと突ですけどね、はい、ちょっとバタバタと忙しいですけど、天気もいいので。今日は涼しかったですね。朝は涼しかったですか。涼しかったです。風があった分まだ、あ、そうかそうか、天気もいいし、うん、まあ、雨がね降ってたけど、もう終わったんですかね、梅雨は。まだ降りそう、今からかな、まだ今からですかね、うん、はい、雨を見たかいって感じで、うん、はい、雨も欲しいのでよろしく。じゃあそういうことでまた土曜日行きますので、はい、体験募集中です。あ、そうです、体験募集中ですのでよろしくお願いします。お待ちしてます。幼児からね、うん、大人までいます。もしよかったら、ぜひぜひ始めてみませんか。ウサの人いましたらよろしく、はい、では土曜日、はい、はい、じゃあさよなら。